どうも、J リーグお決まりチャンネルのかやみーです。本日やっていくのは、J リーグ2022第19節、ガンバ大阪 VS 浦和レッズと、第20節、ガンバ大阪 VS 湘南ベルマーレ、今週あった2試合を合わせて解説します。惜しくも引き分けとなった浦和戦、痛い敗北の湘南戦と悔しい結果ではあるものの、着実に成長が見えている部分もあると思います。本日の川崎戦に向けて、これらの試合についてサクッと簡単に解説していきたいと思います。レッツゴー!まずは浦和戦。前節に続いて 3-4-2-1 のシステム。前節で高パフォーマンスを見せた福岡、坂本が引き続きスタメンで、ダワンに代わり奥野、山見に代わって倉田が先発で出場していました。ガンバ大阪は前節の広島戦でボール保持に良さが出ており、その流れを浦和相手にも見せつけました。開始から押し込む展開が続き、何度もチャンスを作ります。この試合で良かった部分はセカンドボールの回収かと思います。ボランチの斉藤が攻撃陣に位置を少し高く取り、セカンドボールをガンガン回収していく姿が特徴的でした。さらに33分には東口のリスタートから坂本、石毛とつないで最後は斉藤がフィニッシュ。攻撃面でも斉藤が躍動した前半でした。しかし後半になると浦和が酒井、モーウェルを投入し、浦和のペースに前半の押せ押せムードから一変して攻められる時間が増え、なんとか耐え忍ぶガンバでしたが、ロスタイムに PK を献上して失点し、1対1で試合終了となりました。試合を振り返ると、走り勝てていた前半にもっと点を取らなければいけない試合でした。押し込むことはできているのですが、クロスだけではなく、いかに中で崩していい位置でのフィニッシュを作れるかが大事だと思います。小野瀬が中に侵入して倉田がシュートしたもののオフサイドになった場面がありましたが、ああいったシーンを多く再現することが大切だと思いました。連戦ということもあり息切れしてしまいましたが、非常に収穫のある試合だったかなと思います。次は水曜日に行われた湘南戦。システムは変わらずで 3-4-2-1。 今回は右センターバックに高尾、左センターバックに福岡となり、両脇のセンターバックに持ち運べるタイプの選手が2人入りました。またボランチにはダワンの相方として倉田が入っていたのが特徴的な部分でした。試合開始からガンバが後ろからボールを握りますが、湘南のコンパクトな守備に苦戦している印象でした。キーとなるダワンの位置を抑えられ、中央も間を消されてなかなか通せません。長めのサイドチェンジからチャンスを作る場面はあったものの、湘南ペースという前半で前半終了間際には先制を許してしまいます。後半は4バックに変更し、少し攻撃面で改善が見られましたが、やはり対応されてしまい、得点を奪うところまではいきませんでした。この試合も連戦ということもあってか、前半からうまくいかない場面が多かった印象です。ただシステムを使い分けて相手の狙いをずらすというやり方に選手たちが少しずつ順応しているのは良かったポイントなのかなと思います。夏の補強で鈴木やメシノなど前線の選手を獲得できていますので、後半になっても選手の入れ替えによって高いクオリティを保てるようなチームができていければと思います。ということで、 J リーグ2022第19節ガンバ大阪 VS 浦和レッズと、第20節ガンバ大阪 VS 湘南ベルマーレの試合解説でした。ガンバ大阪の次の試合は J1 リーグ2022第21節ガンバ大阪 VS 川崎フロンターレ。前期は最後の最後でまさかの引き分けになってしまいましたが、ここで勝って悪いイメージを払拭しましょう。この試合も後日解説予定です。他にも横浜 F マリノス、名古屋グランパスの試合を中心に解説していますので、このチャンネルや動画をいいなと思った方はチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。